簡単にできるからね、本当ね、あの小さい子から、うん、あの初めてやる大人の人もみんなできるので、うん、綺麗にできるので、うんうん、星とか雪見ると、うん、ちょっと低い温度900度ぐらい、うん、で低いんですか、ね、900度低い焼き物ね、とこういうガラス質の焼き物に形を切り抜くもよし、こういう型抜きがいっぱいあるんで、うん、こういうので切り抜いてもいいっていうので、うん、あ、柴田さん、あの、はい、そうですね、形でねこう切り抜いてこう模様をトリミングしたりとかすると、うん、同じ模様を使ってても、うん、そのトリミングの場所が違うだけで、うん、見え方が結構変わったりとかして、うん、私が思ってもいなかったようなものがね、うん、作る人が考えてくれるところもあったりして、これが使う粘土なんですけど、はい、この粘土は、半自動っていう粘土で、うん、ちょっと磁器に近い糖度で時期みたいに白く焼き上がるんですけど、ちょっと黄色い柔らかみがある、うん、水に浸せば何度でも土に戻るので、ただ焼いてしまうともう組成が変わっちゃって、あの二度と土には帰らないので、そうだから焼く前はもういくら失敗してもまたやり直せるので気にしないで、この板の厚さに、うん、あ、なるように、はい、なるようにこう線路を引いて、うん、はい、この上をこう車輪が走るように粘土をゴロ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 、もうやっていいですか、はい、潰します、でゴロゴロやって、楽しい、ね、端っこでもう押すと粘土が伸びるから端っこで大丈夫、端っこギリギリに置いて取り都合がいいように端っこから使っていきます、うん、で上から、真上からギューッと力を水平にかける。でもなんかこ力が弱い。あ、ちょっと弱かったかもね。ちょっと弱かった。うん、まあ、その感覚をやりながら使ったり。もっとギューの方がいいんだ、うん。ギューってやればはっきり出るし、うん、でもでその時はちょっと弱めでもいいですし。いろいろありますが、例えば。あ、この中で。いいですか、はい、ドスンとやっちゃってください、で、そーっとそーっと、うん、こっちも、あ、こっちも、うん、パシャって大丈夫、そうするとポコッと出てくる、あ、出てきた、ね、かわいい、あ、でもなんかやっぱギュッて最初にもっと、うん、うん、あ、でもかわいい、あ、ダイヤかわいい、かわいいね、もっと強くしてもいいか、もっと強く、上から、うん、立ってほしい、 OK、うん、いいいいいい、オッケーオッケー、であともう一つざっくり切っちゃってください、ざっくり切っちゃって、そうピッて、うん、これを繰り返せばいいんだけど、あ、いっぱい勉強、あ、安全なところ。かわいい。おい。穴とかこれは開ける？なんかペン。あ、どうしよう。穴開けます。うん、間違えちゃったりするかもしれないので。じゃあちょっと光って書いてきます、ね。2文字書いてあると、あ、わかるんで。うん、かあ、ね、そうそう、でそれで水分を飛ばして、でその後の仕事をしやすく、うん、この後上薬をかけるので、うんうんうん、でも900度で焼くともう水に溶けなくなるので、ね、はい、でそこから上薬をこうザブンってかけて、うん、で今度は1240度とかっていう高い、あ、もう一回焼く、うん、高い温度で焼くとこういうガラス質の焼き物になります、すごい、うわー、マスカ気味なので、あの、かまどですよね、なんか揚げますね、はい、じゃあ揚げてってください、なんか個性が、
これ私のじゃない？あ、これ私のだ、かわいい。あ、これもだ。あ、ちょっと正解白で、かわいい。見つかりました、うん、多分私のこれと後にはこれだけ、うん、青、かわいい。あ、これもだ、はい。こんな細かいの作ったっけ。なんで、え、かわいい。なんかふさふさとか、え、かわいい。こういうのとかもちょっと つけとく。え、かわいい、うん、大好きこういうのかわいい。きた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 、できたできたできた。あー、かわいい。あー、かわいい。これいいですね。なんかね、こっちの方が綺麗なの。あ、こっちの方が綺麗。うわ、楽しい。え、想像しながらです、私も作ってる時。私にこうなったかって感じ。かわいい。これ今までないパターンかも。感じ。白とシルバーもまたすっきりしてる。で、うん、か紫がこうね、いいか。やっぱ紫でよかったな。うんうん、ねえ、あらまあらまあらま、なんかちょっとあれかな。ちょっと自分で作ったとは思えないわ。作ったもん。わーい。